皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。はい、今年令和6年に入りまして、まだちょっと北海道3月でちょっと雪がちらついてる中ですね、早速メンバーの方の企画で総合会を、やってしまいました。はい、スイフト様ですね。はい、ちょっともうさらっと撮っていきます。はい、本名さんであります。ここからスイフトスポーツさんです。はい、これクロクロさんのスイフトスポーツさんですね。はい、ちょっとねもう皆さん本当は綺麗にされてるんですが、来る途中ちょっと吹雪だったり雪が降ったりとかでちょっとお車が汚れてしまいましたが、はい、旭川から、いつも遠くからやってきていただいておりますおっちゃんワークスさん、アルトワークス、5AGS4WD3 型といったところです。はい、S660 くんです。これも2型っていうんですかね、アクティブグリーンパールでしたかね、すいません。はい、そして、我らYouTuber の親父ワークさん、よくチャンネルで、ご存知かと思いますが、はい、こんな感じで、はい、ターボ、はい、そして多分親父ワークさんね多分動画であげると思うんですけど、黄色のキャリパーに奥になんか黄色のストラットが見えますね。はい、これ多分動画であげると思いますので、皆さんお楽しみにしておいてください。はい、この奥にもなんか黄色いものがついてますね。そして減衰力調整機構もついてますね。詳しくは親父ワックスさんのチャンネルを、お楽しみにお待ちください。はい、続きまして、いつもは S660 くんに乗っております、我が読み書く合同祖国家の重鎮さんなんですが、はい、もうこういう感じですね。はい、こんな鋭い眼球を持っております。ああでかいですねタイヤね。うわ結構でかい、大きいですね。はい、お名前がこういうお名前であります。そしてハイブリッドといったところですね。はい、さてちょっと下に行きますと、ここにちょっとこういう感じでよろしいですかね。こういう感じでちょっとこんな感じで、ホンダシビック様であります。はい、ちょっと左右にここを振りながら、ちょっと映していっておりますが、ちょっとリアはねもうこういう感じの仕様にしてますね。そしてマフラー様が、これ柿本さんのマフラーですね。はい、こういう感じです。はい、今回の走行会で初ということでタイプ S 様であります。はい、お隣様です。まずちょっとこの後ろのこういう感じの方から撮らさせていただいて、ディフューザーがあって これマフラー、これ なんていうマフラーですかね。このマフラーはなんていうマフラーなんでしょうか。はい、なんかすごいこんな感じで、はい、VTEC ターボ様であります。シビック様2台、そして今回 のツーリングの企画者であります、人事部長、の S660 くんであります。いつもねピカピカにしてるんですけど、やっぱり道中、ちょっと雪に当たったりとかしてですね、ちょっと汚れてしまいました。はい、大変長らくお待たせいたしました。我がツーリングの中でも、一番走行距離走っていると思われる、アルトワークス君であります。白ワークスさん、今これの現在の走行距離って、はい、これ全国のアルトワークスオーナーがねすっごい気にしてるから、でどこがもう壊れてしまったかっていうのもね非常に皆さん気になってるところであります。はい、エンジンは一発で変わりますね。カードを入れてください。はい、なんぼ、17万3000。はい、
この前16万超えで撮影したんだけど、もうあれから1万キロ以上走ったの。そうですね。はい、了解です。はい。今のところなんか不具合とかなんかありますか？足回りがそろそろ、足回りがそろそろお迎えが来てると。はい。ああ。後ろがもう。はい。オイルが。オイル漏れてる。沈んでるのか何かって感じて。初下部走馬からもうオイル漏れてるんですか？はい。ということです。17万走ると、カヤバの純正ショックオイル漏れ。はい。でフロントの方はいかがですか？まあ、漏れはないんですけど、うん、多分アッパーマウントがそろそろガタあるかな。この上ね。はい。ちょっと、あ、やっぱりリフトアップしないと分かんないね。はい。ディクセルのブレーキ様も、もうあのスリットが今まさに風前の灯火といったところまで来て、あ、だからマットガードがもう、あ、壊れました。17万走るとこうなるわけですね。17万持ちました。そうか、17万ここまで持ったということで、耐久性も17万キロぐらいは持つといったところであります。はい、エンジンルームとか大丈夫ですか？ あ、 ありますね。あ、そうですね。もう皆さんね、17万キロ超えたアルトワークス、これどうなってんだっていう形で、皆さんの将来の姿が今ここにあります。未来のアルトワークスくんです。はい。バッテリーはもうこういう、もうあれですね、もう一度交換と、はい、されてます。はい、あ、レゾネーターつけてますね。いいですね。はい、まあ、オールキャッチタンク、あ、まあ、特段、おお、びっくりした。特段なんかこうオイルがどうのこうのとかそういうのは、エンジンは多分なさそうです。で、まあ、ちょっと気になるのがこのエンジンマウント、もう一箇所二箇所がね、はい、左右ともちょっと不安なところがあると。はい、あ、なるほど、了解いたしました。はい、はい、ということで、またあの今後の、車の進捗状況、はい、劣化状況、はい、そういうのもまたありましたら教えてください。はい、皆さんが非常に気にしております。はい、そして、もうコペン様の重鎮と、言われております、コペン君の GR モデルでありますね。はい、もう今日も元気に来ております。おっと、こんなところに、ハイブリッドです。ボネット開いてます。ちょっとついで撮ってみましょうか。はい、これはエンジンは R06D というエンジンです。ハイブリッドですね。はい、こういった、エンジンであります。はい、鈴木さんです。お目目が可愛いです。はい、これ誰の車だ、いや誰の車なんでしょうね。はい、ということで、はい、こういう車です。ということで、まあ、ちょっとさらっと、まあ、こんな感じで、まあ、撮ってるんですけども、まあ、こんな感じですね。今日はちょっと、ツーリングをやっております。今年初の本格的なツーリングではないかなって思います。お、人事部長どうしたんだろう。なんか試乗会のようなことをするんでしょうか。あ、どうも、お寒い中、ちょっと遅くなりました。よろしいですか、これちょっとさらっとよろしいですか。はい、大変長らくお待たせいたしました。ついに壮行会の中でもおそらく一番、お高いお車ではないかと、推測するところであります。もう何ですかこの、もう巨大なタイヤ、そしてまたあの非常にあの鋭い眼球のですね、お目目です。なんかブラックアウトしてますね。あ、ちょっとやっぱり雪でね汚れてしまいましたね。はい、もう何も、言葉が出ません。ついにですね、走行会にこのような、もうちょっとね、もう、はい、もう僕はもう二度と、見ることはできますが、買うことはできない。はい、そうですということで、まあ、ちょっとさらっとという形なんですが、もう大きいですね。今日は、まあ、嫁企画合同総合会のメンバーの、まあ、人事部長の、まあ、企画で、ちょっと走ってみませんかということで、声をかけたら、まあ、これだけの台数が揃ってしまったと、まあ、そういった感じであります。はい、
場所は、北海道室蘭、白鳥橋のたもとにあります、道の駅のところで、ちょっと、ツーリングと、オフ会とそういったことをやっております。こうやって天気が良さそうに見えるんですが、めっちゃ寒いです。それではまた。